順調順調、コツ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 。ハゲに戸惑う弱気な僕。サザン33。彼女いない歴33年目に突入したパチンカ鈴木でーす。今3時半ぐらいなんですけども、オキドキゴールドのね、ニスルー1000ハマりぐらい、それボーナス感300ちょいハマってるんで、まあ打っちゃうと思って打って、投資が3万8000円で回収が、2150枚ぐらいか、それで7000勝ちですね。耐えた耐えたわ。ああ、危ねえ、危ねえ。ああ。いや、2連続また1000ハマりそうな勢いだったんですけど、2000踏んだボーナスで、無事、天国飛びまして。いや、よかった。店員さんにも耐えましたねって言われました。いや、あ、すいません、ちょっと、耐えました。すいません、耐えちゃいました。ありがとうございます。みたいな感じだったんですけど。ほんの小さな出来事に。というわけで、今日耐えた自分に乾杯。ああ、美味しい。ああ、うまっ。やっぱ無理は、ファミチキン。お疲れ様です。今日24日土曜日です。朝からちゃんと稼働して、まあ8時半に起きてですね。ちょっとオキドキゴールドのリセット狙いとかして、今5000負けでずーっとうろうろ歩いてます。というわけで今日は1日打てるんで頑張りまーす。今4時前で、投資が今2万5000で400ハマってる状態ですね。もう2000のボーナスは踏んでるんで、はい、あと当てるだけなんですけど、ちょっとお金を下ろして今外出てます。あー、これまた1000ハマんのかな。あ、こういうこと言うと本当にそうなっちゃうから、とりあえず戻って打ちまーす。お疲れ様です。今4時半なんですけど、結局ですね、まあ、1000まではいかなかったんですけど、まあ700手前ぐらいで当たってですね、はい、天国飛ばず、はい、投資がいくらだ、3万1000で回収が80枚ちょいで、2万9000負けで全体で3万4000負けですね今。
引き続き探します。3万7000負けですね。生きてる、生きている、疲れた。本当今日も26000歩歩いてましたし、いやー足で稼ぐの真逆いってる。しょうがないですね。気が溜まってきてる。オキドキゴールドのパッと見3スルーなんですけど、あそこ前利戦なんで、ここで2スルーのね、まあ、ボーナス感300兆で、一番最初のあたりが120-130だったんで、まあ、チャンスモードで当たってる可能性も十分考えられたんで、まあ打っちゃおうと思って打って、5000円勝ちで。まあ、2代目がですね、まあ、北斗の750、まあ、それも投資7000ぐらいで、まあ、回収が600枚ちょいですかね、まあ、2回引き戻ししたんですけど、どっちも単発で、それで今1万勝ちですね。順調順調、コツ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 、やっぱマッサージ機のおかげでね、また引き戻ってきまして、家に帰ったんですけど、あの後ですね、オキドキゴールド、まあ、もう1台打って、まあ、4000勝ってですね、今日は全体で14000勝ちでした。まあ、今週も終わったってわけで、とりあえず、ハイボールで乾杯。うめえわ。絶対合わないと思う。食うじゃん。絶対。これかけたらうまいわ。この動画を見て、俺も小さなことからコツコツとやって、それで満足できるような、そういった
った人生を送りたいなって思っちゃった人はチャンネル登録および高評価よろしくお願いします。完全に入れないわ。うまいですね。また終電の能力です。目はファミチキや。